なあ、加藤ちゃん、さっきのさ、俺、いつ来るの俺だっけな。前は。
これだ。300円。お兄さん、これ使えないよ。どこの国のお金だい？日本やそれ、懐かしすぎやそれ。日本？何冗談言ってんだよ。ダメだよ。あ、まあ、これは。え？あ、あ、はい、100円、200円、300円。はいはい、どうもありがとうございました。釣り線切れかよ。バイバイ。すいません。茶そばください。はい。茶そば一丁。だからいつもや。だよね。さあ、チャンネル変えてもらえないですか。投げたらあかんねや。一度や二度の挫折で人間投げたらあかんねやで。山下選手、本当におめでとうございました。おめでとうございました。決勝の相手のラシアン選手は山下選手に見えるほど一本足で戦わなければならなかった山下選手にとってはかなりのハンディキャップマッチだったはずですよね。1984年8月13日。お姉さん、これって今日の？そうですよ。これ最新号？そうです。Huh?
彰台の上での山下選手の姿が本当に心配でした。山下選手の涙に日本中が今年何年？1984年、昭和59年ですけど。ほんま？本当ですよ、そんなことで嘘つきませんよ。昭和？はい、もちろん。金ないしな、金金金。あ、実家帰ったやんけ。久しぶり。元気俺だよ。お母様、ご無沙汰しております。いやお母様、懐かしいございます。元気マダム、元気マダム。違う、あかん、おかん知らんねや。こんなタトゥーにピアスも。綺麗な髪してるね。いや、綺麗な顔してるね。綺麗な体してるね、君。バンドやってるでしょ。ああ、やりたいんだけど、今メンバーいないんだよね。でっしょ。で、パートナーに？ボーカル。ギャッツ。ちなみに俺ギター。君見た、最初見た時からね、ピーンと来たの。上から下まで、スター性の塊。おまけにこの T シャツ。最高だよ。
自分で言うのもなんだけどさ、俺も結構来てるで。二人で組んだら大メジャーどうやね。じゃあ一回ギター聴かせて。もちろんじゃないですか、当たり前です。むしろあなた今から暇なんですか。今から、今からは当たり前じゃないですか。まあ暇なんでしょものすごく暇なんでしょ決定、行きましょう。じゃあスタジオはやめときましょう。スタジオとかはやめときましょう。まあ君は分かんないかもしれないけどさ、こういうのって心と心の触れ合いなの、ハートトゥーハートのタッチなの、ね。まあこういう時って、まあ例えばね、例えばだよ、例えば君んちとか。俺んち最高。ただだし、ね、いいけど俺んちのギターボロいんだよね。ボロい、ボロい、ボロボロじゃん。なボロだよな。最高です。行こう。マジで驚いた。最高です。へえ、結構いいとこ住んでんじゃん。ちょっと散らかってるけど適当に座って。ほんと汚ねえ。コード使ってるから。ああ、うん、うん、はい、そう。もうオリジナル。ここやろ。まあまだな。ああ、そう。そうですか。パンクってやつ。俺はハードロックの方がいいな。あー、そう。すっげー。めっちゃうまいじゃん。今まで見たギタリストの中でもダントツ。見たでしょ。ってことは、うん、一緒にやろう。目どこか。あ、俺西っていうのだから反対から読んで、シニ。いや、いい名前だね。俺はMiyavi、 優雅の名って書いて。よろしく。おかわり。誰もいねえ。なんだこれ、200円って。ちょっとしない。
さよならの時間だ。行けよ。こうして俺は居場所だけは確保できた。お人よしのシーニーに感謝。それ僕のボールやねんけど。ごめんな。別にええよ。それよりさ、えらくうまいな兄ちゃん。サッカー教えてや。俺？うまい？かっこよかった？かっこよかった。最高。ええよじゃあ。ほんま？よし来い。よし。はい。ちびすけ何年生？ちびすけとちゃうわ。龍ゆうね。龍くんか。龍之介は何年生？3年生。うまいな。うん、みんな言うよ。みんな言うか。うん。あ、そう。来い。寝てみよう。あれ。できんで、そのうち絶対。何言ってんの？でけへんて。俺も龍と同い年の時ぐらいな、サッカー選手になろうと思ってたんで。え？でも怪我で諦めてんけどな。へえ。そやからめっちゃうまいやん。まあ昔の話やけど。よし。龍、俺。用事あるから、行こうな。楽しかったね。ううん、僕のホークスありがとう。楽しかった。じゃあな。あ、ねえ。
ップした？明日も来れへん？明日な。どうしようかな。待っとけ。うん。じゃあ約束。約束。じゃあな。うん。バイバイ。バイバイ。旦那様、旦那様、お客様、シン寝てた？寝てないよ。お邪魔します、奥様。あ、彼、宮城くん、新メンバー。あ、どうも、藤子です。またこんな散らかしてる。でもよかったじゃん、新メンバー見つかって。うん、宮城って、すっごいギター上手いんだぜ。え、本当？弾いて弾いて。まあ、うん、いいけど。当分俺ん家にいろって言ってんだよ。うんうん、水持ってきて。うん、ちょっと待って。あ、なちょっと外しまうか。行くとこある？まあ、なんとか。 OK。 あ、みやび、どこ行ったの？なんか用事があるって。あ、そっか。うん。
しようかな。あっちの世界に帰らんと。30日の仕事を飛ばしたらやばいしな。30日そういや、俺が怪我したのも8月30日やん。そや、こっちおんねんから過去の俺に教えてやれへんねん。ほんなら怪我せえへんで済むやんけ。サッカー選手になれるかもしらんで。うわー失礼。うるさいぞ。誰だ。うるさまじゃ。って聞いてへん。みやびくんって不思議な人だよね。とか張ってるよ。そうそう。未来から来てんの。はいはい。ほんまや。お待たせ。あれ？今日もお店？早くない？うん。後でお客とお食事なの。そうそう。彼がみやびさん。香りです。かっこいいですね。よく言われる。なんだ。ダメだよ、ちょっかいかけちゃ。何言ってんの？そんなことしない。いいよ。あ、私コーヒーで。で、なんかセッションの話だっけ、かおりちゃんの友達の。あ、そう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 、あの DDT って知ってます？うん。そこのベースとドラムがセッションライブするんだけど、マトリックスで300人集めて、で、もしよかったらシンニ君にって言ってて、あ、で、もしよかったらミヤビさんもどうですか。ん、はい、どうすかボス。俺はミヤビと早くステージ立ってみたいしな。やりたいよ。オッケー、カルちゃん、やろうぜ。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 ちょっと何赤くなってんの？え？うん。めちゃくちゃかっこいいよ、ギターの人。うん。はーい。どうだった？オッケー。あ、そうそうそう。それとみやびくんって写真ない？写真？うん。写真。ある、あります。出してください。はい。はい。俺勉強ついてるよ。すっごいかっこいい。ラッキーで。はい。ねえ、シー、これめちゃくちゃかっこいいよ。すっげえ。大スターみたいじゃん。大スターだもん。ちびすけ。あ、もう遅いやん。それにちびすけはないって言ってるやん。はいはいはい、ゆうのすけ。どういう。おい。あ、なんかピーピー。よし、ズボンずらすぞ。ズボンずらすぞ。違う、あの、サラの前。あー、リュウじゃねんけど。やっぱ俺や。あ、昨日も一緒にサッカーしてくれたお兄ちゃん。名前は…ミヤビです。どっかで会ってますよね。あ、そうですね。リュウジの祖母です。知ってる。相手してやってくださいね。はい、おばあちゃん。あ、ちょっと待って。明日も来るやんね。じゃあ約束の呼び切り。
願い。マジかよ。Miyavi君って本当不思議な人よね。魅力的よね。本当変わってるよな。そうそう。お見舞いから来てます。はいはい。お前あいつ。あそう。あれ。これ。今日のやつ。あそう。これを。な耳つけて、これでポンって。あ、これね。うん。フォルテシモで行こう。オッケー。うん。変わったデザインだ。なんかいろんなもん入ってるよねそのリュック。これ？うん。ドラえもんみたい。秘密兵器。未来人の。いいね。今日のあいつら、うまそうだろ。うん、うまそうだった。うん、アホか。あの、ロックうまい人ちゃうで。魂やで。魂。足りまいやんけ。あんな、俺とやるんやったらな、寝落ちてたらあかんねん。魂ね。ステージの上やったら俺のパワー分けたるけどな、君に。何言ってんだよ。俺が分けてやるよ。ちょ
話やぞ。 OK。I'm ready to go. I'm ready to go.
疲れ。今日はすげえためになった。ありがとう。疲れ。ジョニー。ジョニー。お姉さん、綺麗なお姉さん、あの悪いねんけどタクシー呼んでくれんかな。手配しときました。もういますよ。わあ、今目の前に。すごいね。ありがとう。どういたしまして。さあ、シンさん、タクシーも出しやぞ。オーケなあ、シー。え？聞こえるか？うん。今日、どうやった？よかったよ。俺、今日ライブやってて思ってんけどな。音楽って、すげえな。え？なんだよ、急に。やっぱ心のどっかで未練があってんな、サッカーに。今日分かってん。音楽やりながら音楽舐めとった。音楽の素晴らしさ知らへんかった。うん、そや。何一人で納得してんだよ。Cには聞こえんかったんか？時空を超えてん。あっちのあいつらの声が聞こえてん。あいつらの声が。おい、お前ちょっと変だぜ。シニ、明日俺決着つけてくるから。やっぱり変だ。いや、でもどうした？やっぱりは。どうした？さっきから変だぜ。寝るか。よし、寝よ、寝よ、寝よ。おやすみ。ごめんな、付き合わせて。みやびがどうしてもって言うんだったらお供しますよ。私もね。はっ、ご苦労。
ちゃあいあいがっちゃうがっちゃりゅう今日さゆかもしらん何がりゅうとサッカーするのえなんでわからへんけどいろいろあるやん仕事とかさお兄ちゃん仕事なんかしてんやんほうか俺かて仕事ぐらいしてるわえ、ほんと、うん、じゃあ何屋さん、うん、ロックスター屋さんやっぱり遊び人やんそうやなでも待ってる人いっぱいおるしな待ってる人わかった彼女や会うよでもまあそんなもんかなたくさんいんのいっぱいおるよいっぱい体が持てへんくらい体が持たない体が足りへんかなそんなもんないそんなもんないですよ待てよ待てよ待てよまだいいまだいいすごい楽しそう仲いいなあの二人子供みたいなとこあるしななんか兄弟みたいそうだなそろそろ行くかみやび俺たち先に帰ってるぞうちで待ってるよサンキューお二人さんほどほどに言ってんだよ変なやつありがとう藤子ちゃんありがとう、私。へい。うん。リュウ。ん？明後日の試合、出るんか？え、なんで知ってんの？試合のこと。なんでやろな。超能力みたいやん。リュウ、サッカー続けたいか？もう大好き絶対プロになんねんそっかお前出へんかったらチーム勝たれへんのか当たり前やん誰も点取れへんもんそっかってなんで僕に出てほしないのいやうんそれにチームのみんなもお兄ちゃんを待ってる人たちみたいに僕も待ってんねんで大事にも思ってくれてるしあさって8月30日俺にとって運命の日お兄ちゃん試合中の怪我でどうしたサッカーを諦める日お兄ちゃんどうしたうん怪我だけせんようになうんありがとうねえあさっての試合見に来てくれへんうん会えたら行くよ会えたらほんま、うん、じゃあ会えたらでいいから来てね会えたら指切りうれシーニと藤子ちゃんへ
まず心からありがとう。二人とも信じへんかもやけど、俺ほんまに未来人やね。秘密兵器タイムスリップってやつ。俺未来から来て80年代の皆さん、こっから近いよ。ごめんな、楽しい。そろそろおいとまするよ。俺と言っちゃなんやけど、天才からのささやかなアドバイスし、見た目ダサいしもっさいからな。だから今度はスプレーちゃうくて髪染めて逆毛立てライブしよう。絶対いけるから。ロックは魂やからな。上手いだな下手だな言ってたら笑ってまうで。まあ何しか長生くしや。お二人さん、ほどほどに。ほな行こうな。バイバイ未来人より。かわいいやん。おい、Miyaviだよ。Miyaviったく、最後までカッコつけやがって。行けよ、早く。笑おう、笑って送ってやろうぜ。みやび君のこと忘れないよ。
Miyavi.